さよならつぶやく君が僕の傘残して駆け出してゆく悲しみ降り出す街中が銀色に煙って君だけ消せない最後の雨に濡れないように追いかけてただ抱き寄せ瞳閉じた本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない誰かに取られるくらいなら強く抱いて君を壊したい届いた紙を広げて僕の夜包んだ優しい人さ不安な波にさらわれる砂の城怖くて誰かを求めたの強がりだけを覚えさせたね微笑みはもう二人の夢を見ない本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしないさよならを言いた唇も僕のものさ君を忘れない明日の君を救える愛は僕じゃないでもこのまま見つめている言葉にできないのが嘘言葉では君をつなげない行き場ない愛が止まらない傘を捨てて雨を見上げ本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない誰かに取られるくらいなら強く抱いて君を壊したい。こんにちは、ブナです。いや、僕が外で一人佇んでいますけれども、今日はですね、おもしーチャンネル初ドッキリを仕掛けたいと思います。
まあ何を隠そう、相手は社長のレンなんですけど、前の動画でなんかちょっとこうちょろちょろ言ったかもしれないですけど、歌を歌おうかなみたいなレンが自ら言ってたと思うんですけど、それをね何も言わずにもうスタジオ借りて音楽も作ってもうあと歌うだけみたいな状態を作りました。今日お休みなのでレンを渋谷に呼び出しております。なんでもう待つ形になりますが、お楽しみにということで、ちょっと一人だと不安だねまあ行ってみましょう。来ないな。うん、これどのぐらいカメラ回し続けたらいいんだろうな。あ、来た。あ、おはようございます。おはようございます。何急に。日曜っすよ今日。はい、ちょっとカメラ回してますので、あのスイッチオンしてください。あ、こんにちは、レンです、はい、東京の赤いコーンが3つ並んでるところに来てって言われてた。いや、いっぱいやるやろ。コースがねえから。いやいやいや、よく来れたんだけど。よく来れた。合ってた。それで合ってる合ってる。今日はね、音楽をね、うちのいつもなんかいろいろやってくれてる人がいるということは、何でしょう。え、そうです、山田レン、歌を歌いますマジ今日全然俺体作れてないんだけど今。いや、裸で踊んないから大丈夫。そう、うん、長渕は喉より体鍛えるからマジでタカちゃん久々。久々ですね。あ、どうもタカちゃんです。曲がっとるな。もともとお客さんから知り合って、あの音楽を作ってる音楽家です。よろしくお願いします。ジーンズのマスクが一番似合うこんなことはいいから、あなた歌うのよあ、そう。で、前にさ、なんか動画でさ、うん、レンがもう歌決めてるみたいなやつじゃない、うん、俺あれ納得いかなくて、うん、こっちでも選曲してます。お、あの歌じゃないです俺が決めてた歌じゃないんだ、うん、あんなのダメ。あ、そう、はい、俺が選曲しました。あ、聞きたい曲は何ニッシーの、うん、ニッシー、うん、ニッシーの最後の雨です。あ、ラストレイン。お箱だね。ニッシーってトリプル A じゃないよ中西さんね。あ、そう、うん、もうタカちゃんにもう作ってもらったからアレンジを。最高、最高だと思う最高なので。仕込んでんね。初ドッキリなのどんな気持ちなんか怒られたら嫌だねどかカラオケかなんか行ます。もうスタジオに。スタジオだ、はい、ノアにもう予約してあるので。あ、ここなのね。はい、もう許可もいただいてますので、うん、行ってみましょう。あ、歌ってみよっか歌ってみよっかおはようございます。なんかうざいわ、うざい。今日調整だけで何なんそのうざいねミスチルやりたかったねこれミスチルかと思ってんね、うん、すごいわ。本格的じゃない。いやいや、ほんとちゃんとしたスタジオに。これね、これです。これがあのマイクの歌うとこれ口悪いけど、一番最低なカラオケあそこが最低ラインのカラオケ、うん、中学生が行くカラオケだそう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 あ、これよく見るやつ。あ、響くね、ここね。そうだね、うん、あ、ふわふわなんだ。そこ触るわかんねえけど硬いのかと思ってた。うわ、緊張してきたよ。わかりました堀氏なんだけどな俺。あ、堀氏なんだよな。おかしいな。ただやっぱなんか俺好きだからさ、レンの歌、うん、ありがとう。聞きたくなっちゃってさ。最近カラオケ行けてない。行けてない、うん、カラオケ行けないってことはもう YouTube で見るしかないじゃんまあずっと聞けるしな。うん、そうそうそう、うん、ちょっとでも楽しみになってきたよ。あ、本当に、うん、こんなにガチにされると、うん、本当頑張んなきゃ。あ、本当、うん、よかったよかった。歌を早速、うん、バンお願いします。あ、じゃあ早いねお前のスイッチどうなってんの一回準備しますね。じゃあお願いします。はい。あ、あ、お、響いてる、うん、カラオケっぽい。こっちの方が多分レンも歌いやすい。あ、なんかマイクダメ。あ、近くで来るの。耳元でくちゃくちゃされた。よし、準備は OK。なんか急にお呼び立てしましたが、はい、今どういう心境ですか。いや、もう僕には声しかないので。どうも。やめろ。感情を乗せて皆さんに届けたいなと思います。アツシが喋ってんの。何なんそれ。腹立つ。何なんそれ。
楽しんでるなすごいのよこれが。もうエコーがすごくて、あ、今聞けてんだね、うん、今もう武道館そう俺の耳は。あとなんか入り口でさ、うん、結構ちゃんと本気で音楽やってる人たち の、うん、あの目の前で、ああ来週武道館楽しみだわみたいなのとかあれやめろよ、ああいう冗談本当に怒られるからさ。あーごめん、うん、バンドマンジョークかなーって思ったから。バカじゃない怒られるの歌います、はい